三、はい、クレマグです。おはようございます。アランです。アサミです。はい、というわけで今回はあのすっぴんでございます。みんなが大好き。え、誰？え、誰？今日はあのすっぴんでございます。今日はみんなが大好きエアちゃんドッキリ、イエーイ。久々というわけでですね、最近は家でやるねやつが多かったんですけど、まあ、今日ドライブしたいなみたいな、うん、したい。すごいドライブ気分で私たちはもう着替えているんですけれども、まだエアちゃんは寝ております。なのであの寝起きで目隠しとイヤホンをしてそのままドライブに連れていくっていうあのラチドッキリしていきたいと思います。ラチロラチロ。もう車はレンタルしてきて私がもう持ってきているので、そこに乗せてドライブするだけとなっております。ちょっと行きたいところもあるのでそこに連れてって、まあ、日頃の、ね、疲れを癒してもらおうかなと。リフレッシュさせる、はい、思います。それでは行きましょう。せーの、オーケーです。なされるがまま、あ、ね、こうすれば全体的に全体的に見事お見事ちゃんとおめかしさして、あ、はやはやはや、この寝癖もこの帽子があれば一発でキッキッキッ思って流したいと思います。流してダメです。嘘、連れて行きたいと思います。お願いします。お願いします。帽子かぶって、あー、帽子かぶるの、いやじゃあ帽子はなしということでなしで連れてきます。よし。スムーズだな。じゃあ先に座っていきますね。なんかラチ。ラチってか。ちょっとやばいよこの状況。すごいなんかのっぺらぼうに見える。どうですか、あさみさん、初めてのラチ。結構楽しいです。ラチしがいがあります。音楽も聞いて楽しそう。いいな。ノリノリじゃん。腹かいてる。落ちてる？うん、落ちてる。にゃー。運転してるよ。広告バニラ3時間耐久長さ。バニラ。バニラ。バニラ。歌ってる歌ってる。BTS 歌手。ご注意ください。ん？なんか言ったよ。何？何？早く手伝いね。え？何だった？あさみさんのカメラアングルは独特です。そう、パフェイワシ耐久流してみよう。何の動画になってんの？耐久動画。パフェイワシ耐久動画。なり始めました。かわいい。イワシうるさいだって。悪夢見てるわ今。かっこいい運転できる。ママの誕生日に食べようと思って牛タン送ったって言ったじゃん、うん、間違えて 500g 頼んだつもりだったの、うん、間違えて2回頼んでて1回送ってた。お台場に着きました。到着。到着でございます。ほんとすごいね。すごい。エアもうちょっとで15分パフェ言わしたいっていう。
着きました。はい、到着。記憶ある？え、ない。ない。あのプリクラ撮ってる時あるよ。うん、でも乗せられて、なんかその車に乗るまでもマジでないし、ここに着くまでの記憶もないし、本当。じゃあパフェイワシが30分流れてたのは？あ、はなんか途中であれ歌変わって、うん、なんか。絶対言ってない。ガチでガチで、ね、本当になんか歌が変わったの。パフェイワシだよ。あとバニラも流してた。あ、バニラはうるさかったから覚えてるけど、パフェイワシはところどころなんか歌変わって、でおじいちゃんの声が機械になってみたりとか、あと急にってガチで本当に。今回のドライブとっても楽しかったです。次はどこ行こうかな。エアちゃんは毎回寝起きで行かせたいと思います。